合同庁長の谷村です。合同庁は面積的には 18.78 平方キロ、大変小さな町ですけど、大変魅力のある町であると私は自負をいたしております。特に、県の重要無形文化財に指定されておる、合同山王祭りですけど、毎年、5月の3日と4日、4日の午前0時、また4日の日は、17時から例大祭が行われるんですけど、特に夜のその火祭り、これは勇壮な祭りで、私 もう子供の頃からもう鶴国に、物心ついた頃から、この祭りは参加しておりますので、大いにまたこれをね PR して参加をしてもらいたいということですけど、最近は若い方が大変少なくなりましたので、合同庁の全体の祭りにしたいという今考えがあって、宇治区の方を中心にして、一生懸命今、協議をしてみるという状況でございます。一度見ていただきたいと思っております。合同庁の産業の大事な一つであります農業ですが、特にバラの生産では、中部地域でも有名なバラ生産地でございます。当庁は、切りバラ生産でございまして、特に、うちのバラ公園、和住邸の北側にありますローズスタジアムのすぐ西にあります、約7000平米の中に300品種、3300株のバラが植栽をしております。特に PR したいのは春のバラでございまして、5月の中旬から6月上旬にかけて大変香りのいい素晴らしいバラが咲きますので、ぜひともここは見ていただきたいと思いますし、自慢の小松菜、水菜、それとグリーンネギ、ほうれん草、大切な野菜が出荷しておりますので、ぜひとも、一回食べていただきたいと思っております。それから、昭和40年の中盤ぐらいから、合同庁も、工業団地の集積をしました。大きな企業、東レとか三菱太平洋さんに来ていただきまして、大変合同庁としてもありがたい企業の一つでございます。大野合同インターチェンジができました。ぜひともまた企業誘致もしながら、合同庁の活性化に向けてやっていきたいと思っております。東海環状は、経済の発展、また、それと防災の関係、さらには観光ルートにもなりますので、なんとか一日も早く完成をしていただきたいと思っております。それと、合同庁は、子育て支援とか、教育に大変力を入れております。若いお母さん、お父さん、保護者の方が、住んでよかったなと言っていただけるような、そんな施策をやっておりますので、ぜひとも合同庁に来ていただきたいと思いますし、住みやすい町の一つとして住宅支援もしておりますので、ぜひとも、合同庁に来てもらって、合同庁で頑張って活動していただきたいと、このことを思っております。少子高齢化 でありますので、高齢の方にも、ゆとりを持って生活ができるような、そんな施策もやっておりますので、安心して、また安全で生活できる、合同庁でございますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。